おはようございます。睡の時間割のすいです。おはようございます。今日はピコトーニングの3回目に行ってこようと思ってます。まだね、3回目なんですけど、相変わらず痛いですね。我慢はできるけど、痛いなぁと思いながら頑張ってやってます。で、今日は、施術をする前に全部メイクを落とすので、ほとんどメイクはせずに行こうと思います。眉毛だけ描こうと思います。今顔洗ったところなんで、朝のメイクの下準備ですね。まずはハーバーっていうのかな、ビタミン C をぶち込んでいきます。なんか春が近づいてきて、私は春とか夏が好きじゃないので嫌な感じです。花粉症もすごいし、紫外線はすごいし、怖い季節になってきましたね。でね、このね、ビタミン C を入れた後、普通に化粧水を入れます。なんか夜は結構化粧水導入液とかも使うんですけど、朝は導入液使わないで普通に直に化粧水入れちゃいます。なんだろう、朝と夜ってなんか違いますよね。みんな同じなのかな？朝と夜一緒ですか？私は朝はちょっと簡単にしちゃってる感じがします。そう、ピコトーニング今日3回目なんですけど、まだね、そこまで目立った変化はね、見えてきてないかな。ちょっとここの肝斑が消えたかなっていうのはある感じです。だけどこの辺はまだね、まだ茶色い薄いシミが残ってる感じです。ちょっと今日のセーターを、サマーセーターみたいなの着てるんですけど、ちょっと大きいかな。まあいいや。今日はね、もうベラベラ喋りながらメイクとも言えないメイクをしていこうと思います。そう、眉毛を描くのに困ってるっていう動画出したじゃないですか。本当にあの時って眉毛描く時に眉毛だけで15分ぐらいかかってたんですよ。だけどね、最近はね、もうちょっと短い時間で描けるようになってきました。今日うまく描けるかな？ 次に乳液ですね。本当はもっと化粧水と乳液とかの間に時間を置いた方がいいんだろうけど、ちょっと時間ないので今日はもう急ぎ目にやっていきたいと思います。でね、最近のね、私の心配事が一つあるんですよ。聞いてもらっていいですか？うちの猫、この間誕生日を迎えて満16歳が過ぎ17年目になったんですけど、だいぶ弱っております。もう心配。餌もあまり食べられないし、お水を飲むのも少なくなってきて、何が大変ってトイレの介助が大変。歩くのがちょっとね、まともに歩けなくなってきちゃったんですよ。だからね、なんていうのかな、なんか、あ、今トイレ行きたがってるかなと思ったら、トイレに抱っこして連れてったりとか、なんかずるずるこう前の2本足だけで歩き始めたから、あ、トイレ行かなきゃねとかやったりとか、あと後ろ足がねピーンって伸びちゃってるんですよ。だからそれをね、こうやって一生懸命マッサージしてあげたりしてるの。もうだから、でもまあ17歳だからね、なんか病院連れてっていろいろ、あ、治療とかもねできるとは思うんですけど、なんかすごい苦しんでゼーハーゼーハーしてるとかだったら話は別だけど、普段はおとなしくゆっくり寝てるから、あんまりね、そういう時に病院連れてくのもかわいそうだなと思って、苦しんでない限りは家でし、なんかのんびりさし寝かしてあげようかなと思って、今そんな状態です。家でゆっくりね、寝かせてる状態です。
あ、今同じハーバーのナイトクリーム塗ってます。これナイトクリームなんですけど、私は朝塗ってます。ねえ、猫が心配なんだよね。いつかやってくる時期だと思ってたけれども、もう何度かね、過去ね、危ないなって思った時があったんだけど、そのたびに復活してくれてたから、今回も復活してくれることをね、願ってお世話をしておりますね。今こっちに寝てるの。私の部屋の3分の1が猫スペースになっております。トイレとかもうまくできないから、トイレペットシートとかをね、床にね、いっぱい貼り付けてあげてるの。どこでおしっこできてもいいように。でも一応猫だから、猫砂のところに行こうと思って頑張ってくれるんだよね。それがいじらしいなと思って、いいんだよ、ペットシートの上でしていいんだよとか思ったんだけど、もうね、いろいろ猫のことでずっと毎日毎日いろいろ考えてます。で、今ハーバーのやつ塗り終わったんで、日焼け止めの入ったこれね、カネボウのベイルオブデイっていう下地ですね。 SPF50 PA3+ のやつ、これ塗ります。日差しが心配なので、いつもよりもたっぷりめに塗っていきます。そう、ピコトーニングの話に戻るんですけど、私が行ってる病院、もう病院の名前出していいよって許可もらったから言うんですけど、ゼティスっていうところに行ってるんですよ。ゼティスクリニック銀座店っていうところ行ってるんですけど、何がいいって予約がすごい取りやすい。電話してよく、なんか前私脱毛も行ってたんですけど、脱毛はね、全然電話してもね、取れなかったの。インターネットでも取れないし、電話しても電話がつながらないとかあったんだけど、ゼティスのいいところは予約の電話がすごいね、つながりやすい。これは私にとってすごい大きい。そう、あの予約の電話をしてもつながりにくいと、あーなんかまた電話しなきゃってなっちゃうけど、ゼティスはね、とにかく予約の電話がすぐつながるからね、そこがすごいね、いいところです。で、お粉を振っていきます。でね、毎回ね、このお粉をやってる時に、この次眉毛描くんだけど、眉毛を今日うまく描けるかなと思ってドキドキしながら、いつも粉をはたいています。こうやって化粧してる時にも、なんか花粉症の鼻が出てくるからすごい嫌だ。小鼻とかをやってる時に鼻が出てくるとすごいうざくないですか。鼻をかむとまたそこでファンデーションとか粉が取れちゃうし。今お粉はたいてこんな感じ。もうほぼすっぴんですね。てかすっぴんですね。というわけで、眉毛いきたいと思います。最近はね、まず眉毛ブラシで真ん中あたりから描きます。でも昔よりかは太めに、と言っても太すぎず、そんなに時間かからずに描けるようになってきた気がする。どこにも出かけない日でも、眉毛の練習だけはしたいから、眉毛を描く、なんだろう、昔はすっぴんで過ごす日もあったけど、今は眉毛だけは絶対に描くようにしています。次、端っこ。端っこはちっちゃいので描きます。で、次、真ん中。眉頭。前頭はね、一番薄い色で描いています。でキャンメイクのペンシル使います。本当に一日も早くもっと眉毛がうまく描けるようになりたい。こんな感じ。眉毛はそんな、最近こんな感じです。前よりは優しい感じの眉毛になったんじゃないかなって自分では思ってるんだけど、どうかな。最後セザンヌで色をつけます。
こんな感じ。ちょっと太眉で、平行ではないけど、まあまあまあ前よりはいいかなという感じです。はい、というわけで今日はこんな感じの顔でピコトーニングの3回目に行っていきたいと思います。とりあえず今の肌はこんな感じ。まあまあ前よりは茶色いのは減ってきたけど、まだ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 たくさんあるなっていう感じなので、頑張って施術していきたいと思います。というわけで、今日は朝雑談しながらメイクしてみました。眉毛の描き方は最近のこんな感じです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。では頑張っていってきたいと思います。じゃあねー、バイバーイ。